はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安須でございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこの安須のチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、今日はね、皆さんに白血病に関する抗がん剤治療と、副作用についてね、改めましてめっちゃ簡単にお話しします。周りにですね、病気で苦しんでいる人がいます。周りに病気と戦っている人がいます。そんなことを感じている人はね、僕以外にもたくさんおられます。で今現在ですね、友達のお母さんが僕と同じ白血病で戦っています。決してそのお母さんだけじゃありません。他にも戦っている人は日本中に、世界中にですね、たくさんおられます。でその白血病と戦っている友達のお母さんはですね、骨髄移植が決まったんですけども、まだちょっと日にちがかかりますんで、その日まで寛解を維持するためのね、抗がん剤治療をしてます。白血病における抗がん剤治療はね、血液の中の細胞ががんになってしまったその細胞を完全に消すのが目的です。がんになってしまった細胞だけをね、完全に消すことができればいいんですが、今現在の医学ではまだそうはいきません。がんになっていない細胞もですね、同時に攻撃をして消してしまうんです。そうすると体中の免疫力や、酸素の運搬や、出血時におけるこの止血といったね、本来の血液のお仕事が正常にできなくなって体に異変が起こります。でそれによって発熱や口内炎、嘔吐、下痢、粘膜障害といった副作用が起こります。それが白血病における抗がん剤の副作用です。っていう感じなんですけどもね、ちょっと簡単に説明しましたけども、大体その寛解を維持するための、寛解っていうのはね、白血病細胞がある一定のパーセンテージを下回ると寛解っていう言葉があるんですけども、その寛解の域、領域になってますよっていうところのことを言います。でその状態を維持しないと骨髄移植は始めれないんですね。なんかそういう決まりがあるみたいです。他にもその骨髄移植するにあたっての体の状態っていうのは、いろんなことがあるんですけども、またそれは追ってというのは次回か、その次か分からないですけども、また違う動画で説明させてもらいます。白血病における抗がん剤治療での副作用のお話でした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。